わしは自分のしたいことをするだけじゃ。今も昔もいつでもの。しのぶ、あのさ、髪、髪じゃ。髪がどうした？わしの髪を洗うがよ。触っていいのか？触らずにどう洗う？じゃあトリートメントまで含めて。わしはお前様を許さんし、お前様もわしを許しはせんじゃな。それでよ、わしらは互いに互いを許さん。それでよかろう。いかがかな、我が主様。お前がそんなことを考えてくれてたとは意外だったよ。お前様もいろいろ考えてくれておったろ。が、一番好きなのはゴールデンチョコレートじゃ。それくらい察して、二つ買うならそちらにせよ。心得た。囲い火鉢。それって、ひょっとして。お前様の巨大な妹子が現在かかっておる怪異じゃよ。巨大ってほどでかくはないけどな。囲い火鉢。確か、室町時代あたりの怪異じゃったかな。まあ要するには原因不明の感染病のことらしいが、実際何百人も死者が出た。高名な陰陽師によって沈められるまで相当の時間を要した。